監督にご挨拶させていただきます。皆さんこんにちは。今日は本最終戦ということで、いつもと同じように熱い声援をありがとうございました。選手たちの力が集結して、今日勝ち点3を取ることができました。ありがとうございます。そしてシーズン当初、我々そしてサポーターの皆様が思い描いていた結果とは程遠くなってしまったことを深く反省しています。申し訳ありませんでした。ただ選手たちはああいう苦しい状況の中でも前向きに、私についてきてくれました。そしてサポーターの皆様も我慢強く選手たちを後押ししてくださったことを本当にありがたく思います。ただ FC 東京があるべき姿はもっと上を目指さなければいけません。それには今森重の方から話があったように日頃の努力や勝ちたい気持ちを常にこの味の素スタジアムで表現できるように日々努力したいと思っています。そして FC 東京の FC 東京に関わる全ての皆さんに期待に応えられるようにもう一度足元を見つめながら謙虚にトレーニングして表現していきたいと思っています。残りのゲームあと1試合そして天皇杯会ありますけれどもより一層のサポートをぜひよろしくお願いします。 FC 東京がさらなる前に進めるように皆さんと一緒に頑張っていきましょう。1年間ありがとうございました。